元気ですか？元気があれば何でもできます。実況アナウンサーの影野隆彦です。今回はですね、西武ライオンズの山川穂高、真のホームラン王になれるかというテーマで話をしてみたいと思います。グランドレースがいよいよ開幕をいたしました。西武ライオンズ、これ今年もですね、頑張っていただきたいなという思いを込めてですね、今回はこういうテーマでやります。パリーグのホームラン王といえばもう山川穂高、ね、その山川選手がですね、真のホームラン王になるためには何をしたらいいのか、まあ、そのあたりをですね、歴代のホームラン王と比較をしながらデータに基づいて検証をしていきたいと思います。西武ライオンズ山川穂高、1991年の11月23日生まれ、沖縄県出身の28歳であります。大相撲の御嶽海関と非常に似ております。まあ、そこからドスコイが生まれたのかもしれません。ドラフト2でですね、2013年ドラフト2で西武ライオンズに入団、今年7年目になります。一昨年、そして昨年とホームラン王、パリーグのホームラン王に輝いております。その山川選手、今まで通算129本のホームランを放っております。さあ、ここからですね、歴代のホームラン王ベスト10の方々と比較をしながら、今後どうやったらいいのかということを検証してまいります。まずそのホームランバッターなんですが、世界のホームラン王といえば王貞治、今回は継承を略させていただきます。王貞治ですね、22年間で868本というホームランを打ちました。年平均ですと 39.7 本、ほぼほぼ40本で20年間以上やり続けたということはですね、とてつもない記録ということであります。そして第2位は月見草、野村克也、27年間で657本、年平均ですと 24.3 本、素晴らしい記録であります。そして第3位は門田光弘、23年間で567本のホームランを打ちました。年平均ですと24本です。そして第4位はミスター赤ヘル、山本浩二、この方はですね、18年間で536本のホームランを打ちました。年平均ですと 29.7 本、ほぼほぼ30本ですから、これまた素晴らしい記録であります。そして第5位が清原和博、ライオンズ、ジャイアンツ、そしてオリックスで選手生活を終えました。22年間で525本のホームランを放ちました。年平均ですと 23.86 本。そして第6位がですね、三冠王3回というのはこの方しかおりません、落合博満、20年間で510本のホームランを放ちました。年平均ですと 25.50 本。そして第7位が日米通算20年間ゴジラこと松井秀喜、こちらはですね、507本の本塁打、年平均ですと 25.35 本です。そして第8位が2人おります、504本、23年間で樹立いたしました、張本勲、そして衣笠幸男であります。年平均ですと 21.9 本ということになります。この方々が500本以上のホームランを打った方々ということになります。さて、この方々にですね、並び、そして超えていくためには山川穂高どうしたらいいのかということなんですね。山川穂高、今現在129本です。一つですね、問題が出てまいりました。検証しているうちに、ほとんどの選手が実は高卒なんです。山川は大卒なんです。ここに4年間のハンデキャップがある。今申し上げた9人の選手の中で大卒以上というのは2人しかおりません。落合博満、山本浩二、この2人だけです。山本浩二選手は法政大学から、赤ヘル、広島に入団したんですが18年間です。で、落合選手はですね、東洋大学を中退して東芝府中に行ったんですね。社会人からプロになりましたので、デビューが非常に遅かった、26歳デビューです。で、20年間頑張って45歳で引退ということになりました。でこの2人は、まあ、高卒ではないので非常にハンディキャップがある中でこれだけの記録を作ったというのは素晴らしい記録であります。さて、まあ、そういうハンディキャップがありながら山川穂高はですね、この4年間のハンディキャップをどう克服してその中に入っていくかということになると思います。で、ここでですね、おそらくですね、このペースでいけばですね、頑張っていけば500本は超えるんじゃなかろうかと思うんで、あえてここはですね、600本以上目指してほしいという意味合いを込めてですね、王選手と野村選手にちょっと限ってですね、フォーカスをし、そこに山川選手は向かっていってほしいという意味でですね、これからデータの分析、解析をしていきたいと思います。王選手、868本というホームランを放ちました。年平均で 39.45 本、素晴らしい記録です。50本以上が3回あります。40本台がなんと10回もある。そして30本台が6回ありまして、19年間
なんと30本以上のホームランを放っているということになりますね。で、年間の最多本塁打記録が55本です。これまた素晴らしい記録ですね。で、山川穂高と同じ6年目までは何本打ったのかということなんですけれども、王選手はなんと170本ももう打ってます。この時点で山川を超えてるんですね、さて今度は野村克也さん、657本27年間で達成、年平均 24.30 本ですが、50本以上が1回あります。そして、40本台が4回、30本台が5回ありますね。ですから10年間30本以上のホームランを放ったという、これまた素晴らしい記録なんですね。年平均の最高記録がですね、52本の本塁打で、6年目までは何本打っているかということなんですが、ここ108本なんです。ということは山川選手はこの時点で野村選手は勝ってるんですね。ただ野村選手はここからホームランを量産していきますから、山川選手も大変かと思います。さてこれを鑑みてですね、今後なんですね、彼の山川選手の選手生活、選手寿命を考えた上でどれぐらいいけるのかということなんですが、まずですね、40まで山川選手が現役でやったと仮定すると残り13年あるじゃないですか。13年、これをですね、何本でどういうペースでいくとどこまでいけるかということなんですね。まずですね、40本打った場合はどうかということを検証いたしますとですね、 13×40 プラス現在の129本で649本ということになるんですね。これまた素晴らしい記録ではあるんですけれども、野村さん、王さんにはちょっと届かずということになります。では、45本平均で打ったらどうなのか。45×13 プラス129で、なんと714本。714本というのは、あのベーブ・ルースの記録に並ぶわけです。これは素晴らしい。ベーブ・ルースに並んだ上、かつ野村克也を超えていく、かつ700本以上という大台に乗せるということですから、これは素晴らしいですね。ここまで来るとちょっと欲が出てくる。さあ、王選手の記録には届くのかということで、50本で想定してみましょう。50本で想定して13年間 ×50 プラス現在の129本をプラスに立ちますと、なんと779本までいくんです。ところが王選手は868本ですから約100本届かないんです。これだけ王選手の、王さんの記録ってのはすごいということになるんです。ただしですよ。これはあくまでも机上の空論であって、40歳の時にもこの40本なり45本なり50本というホームランを打たなきゃならないという計算式になるんです。あの王さんであっても40歳の時には30本です。野村さんにおいては10本なんです。ということはやはり年々のホームラン数は下がってくる、減ってくると思いますので、これをどう打開していくかということなんですね。ちょっと難しいかなと思っておりましたら、なんとこんな記録が出てまいりました。大リーグのホームラン王といえばバリー・ボンズでございます。バリー・ボンズはなんと大卒なんですよ。22歳から43歳までの22年間現役生活をやりまして、762本というホームランを打ちました。ハンク・アーロンの755本を抜きまして、ね、歴代トップですよ。大リーグ、メジャーリーグトップがバリー・ボンズの762本なんです。さらにすごいことは、バリー・ボンズは40歳の時に45本のホームランを打ってるんですよ。これがすごいことなんですね。で、50本以上は1回、ただしこの1回というのは73本のホームランを打ったというあの2001年なんです。これは誰も破ってません。破れないでしょうね。73本というのは普通の選手でいけば2年間かかるところを1年間で打ってしまったんです。もちろんね、ステロイドの疑惑というのはあるにしてもですよ、あるにしてもやはりすごい記録なんですよ。これを鑑みた場合ですね、少しですね、状況が変わってくる。山川穂高がバリー・ボンズのように43歳までやったとして、40歳でも45本のホームランを打ったと仮定いたしましょう。そうするとどうなるか。 13×45 プラス129ですから、この時点で714本になるんです。で、バリー・ボンズは40歳以降、引退する43歳まで59本のホームランを打ったんです。これに59本を足しますと、なんと773本となってバリー・ボンズを抜くんです。抜くんです。これは素晴らしい記録です。とてつもない記録です。これを目指してほしいなと思うんです。ちなみに、じゃあこれをですね、王選手の868本と比べた場合がどうなっていくのか、868本と比べた場合どうなっていくのかということなんですね。 13×50 プラス129で779本、ここにバリー・ボンズの残りの年数の59本を
プラスいたしますと838本まではいける。ところがやはり868本には届かない、あと50本。それだけ王さんの記録っていうのは凄まじい記録であるという証にもなるんですね。はい。でもう一つ問題点があるんですよ。 FA なんですね。あと2年後行使するかもしれません。山川選手は大リーグへのチャレンジをするかもしれません。そうなってくるとこの本数はちょっと難しくなるでしょうね。あのゴジラこと松井選手であっても、日本で50本打った松井選手であっても大リーグに行くと中距離ヒッターになってしまう。それだけレベルが高いんですよ大リーグ。しかしですよ、その中で山川選手がホームランを量産するっていう場面も見たいじゃないですか。それも見たいという思いがありながらね、山川選手の頑張ってほしいな、大リーグに行くのかそれとも日本でとどまるのか分かりませんけれども、40本ではなくて45本から50本を目指していただきたい。できれば気持ちの中では50本を常に目指す、そして実行していくということを続けていけば、この大いなる記録600本超え、700本超え、バリーボンズ超え果たすことができるんじゃないかなというふうに思います。これね、山川選手であればね、やってくれるんじゃないかなと思うんですよ。それだけのものを彼持ってます。問題は今年なんですよ。今年は新型コロナウイルスの影響で試合数が120なんです。その中で40本のホームランを放っていただきたい。放すとどうなるか、実は3年連続になりますよね。3年連続40本のホームランというのはかつて8人しかいないんです。8人しかね、王、野村、山本浩二、長池、大杉、タフィー・ローズ、カブレラ、秋山浩二、この8人しかいないんです。この8人の中に入っていく、9人目に入っていけるか、それも120試合で。ということはですよ、120試合で40本打つということは3試合に1本打っていかなきゃならないんです、ね、でもバリー・ボンズは73本打ったということは2試合に1本打った計算になるんです。それを目指してほしい。ですから120試合で40本、3試合に1本のペースで打っていただいて、これを充実できればやはり本人にとっても自信がつくでしょうし、これから上昇気流に上がっていけるんじゃないかなというような、そんな気がしてなりません。ですからぜひ山川選手には頑張っていただきたいなという思いでございます。今回はその思いを乗せまして、山川穂高真のホームラン王になれるかというテーマで歴代のホームランバッターと比較をしながら検証をしてみました。このあたりでご無礼を。元気ですか？元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー、鍵野貴彦です。よろしくお願いいたします。